どうも、構成したおつまみチャンネルです。ちょっと前にね、ツイッターで言ったんだけど、桜井修正しろってね、俺一時期すごい使ってて、まあな、結構賛否両論あったんだけど、再生数がね、取れるからね、使い続けてたんだけど、さすがにちょっと、そろそろね、反省しました。やっぱ、桜井さんって実現する人間だから、桜井修正しろってもう、めちゃめちゃタメ口だし、すごい失礼な言葉だし。てか、やっぱ何より聞いてる本人が一番さ、俺、桜井さんが普通に YouTube 開けてさ、スマブラ好きやん、桜井さん。それで、よし、今日もスマブラの動画、私の作ったゲームで何か、なんていう面白い動画が上げられてるのかなって思って見たらさ、おつまみチャンネルがさ、桜井修正しろって言ったら、カビーンってなるやん、さすがに。まあ、だからちょっともうそろそろ、桜井修正しろわ。桜井修正しろ。桜井修正しろはもう使わないです、本当に。もう不快な思いをさせたくない、俺は。みんなに怒りのエネルギーを届けたくないということで。はい。当たんないの？ここ。いや、マジだるいってそういうの、OK。さあ、横火で拾えないけど、おお、なんか一緒に飛ばしてくれるね。ありがとう、蒼太くん。いや、待って、無理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 、OK。はい。そう、下胸空母をね、備えていたんだけど、そのノーマル空母で撃墜していく。さあ、ここは、あ、なるほどね。メタルグレード一回出していくと。さあ、ロックマンコンボ入りやすそうだけどな。ああ、なんでここ空上になんなかった。うわ、ここ空上になったらめちゃめちゃ美味しい展開だった感あるけど。ここビーして無理だけど。んー、いや、もうひるむこと流れ。ずっと距離を詰めろ。もうジャンプ今ひるんだね、俺。もうひるむこと流れ。全身全身、全身あるのに。ちょっとつ猛進。オッケー。掴んで、ようやく上の展開になって、このまま直接空母、無理か。ジャンプ横び空母ちょっと待って、ゼンリーが鳴ったかも。じゃあみんな聞こえたかな、ゼンリーって。え、結構飛ぶね。ちょっとビビり。はい、横び絶対来ると思ったよ。はい、ここ、メタブレ来ると思ったのだよ。ただ、今、相手、絶対台に当たったからね。これね、ロックマンは実は、あるコンボが確定します。なかなか他のキャラは、多分、ロックマン以外にどうだろう。フォックスとかはもう当たんなかった気がするけど、ロックマンにしか確定しないかもしれないコンボをお見せしたいと思います。はい、ということで。いや、ちょっと待って。はい、横火ウエスマー。これ確定してるんだけどね。なんか当たんなかった。ちょっと、パーセントが無理だったかもしれない。ちょっと次もう一回狙うか。うん、横火ウエスマーガチ強いから。食べすぎだわ。はい、さっきは負けたからね。次は勝っていきたいと思います。相手ユニット取れな。これ女性対決だね。数少ない。スマブラファイターの中で一番女性感を薄れさせている、このキャラ。いいね。健全キャラだよね。任天堂っぽい。はい、ここ？いや、惜しい。あ、待って。いや、おかげで助かった。いや、マジかよ。あ、もったいないことした。これやばいぞ。ここ、この試合も勝っとか、ワンチャン。さすがに連敗は使えないから。はい、ここ空母から空上？空上から空母？いや、痛いね。痛いけど。痛いね。ここ下 B 入るでしょ。入んないか。うまいね。うまくだね、相手。なるほど、ダッシュつかみが効かない系か、この人。だからまあ、ジャンプ横尾がすごい刺さると。そういった、区分けになっておりますね。はい。その回避上がりはお見通しなのだよ。そっからの NB！ お見通しなのだよ、すべて。うん。スリーポイントだね、今のは完全に。俺が今、ハマりの緑間。はい、横尾から上尾して何ミリか。いや、飛びすぎ案件。でも、しっかり着地して。はい。はい。お見通しなのだよ。ちょっと迷ったな、正直。正直迷った。迷いの横尾だった。あれはね、当たってても、即死できても、自分は帰れないから、結局。しかし、やってしまったけど、そっからのサイン即死コンボ。OK。この即死ガチで決まる。本当に強いわ。さあ、ここをまた横尾でやり過ごして、さあ、ここは地上横尾振るかと思いきや振っていく。やくそ！さあ、そろそろその場がいいじゃない？あ、くそ。ずっと回避上がり買ってきたからね、俺は。君の回避上がり一生買ってたから。はい、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 はい。いや、ボールが気になったが、これでなぁ、撃墜していく。